雑食のぼり藤はルピナス属の植物種の一つ。その食用豆のためにアンデスで栽培されている。現地ではトルビー、豆腐、チョチョ、アルトラムスなどと呼ばれる。種小名のムータバリスはラテン語で変わりやすい気まぐれなを意味する。イラスト乳白色の種子は40%以上のタンパク質と20%の脂肪を含んでおり、古代から アンデスの人々によって特にスープ、シチュー、サラダあるいは茹でたトウモロコシと混ぜて食料として利用されてきた。その他の豆類と同様に必須アミノ酸のリジンが豊富である。主皮は柔いため調理が容易である。雑食のボリフジは含有するアルカロイドが原因の苦味のためにより広く利用されては来なかった。ルピナス族としては 非常に高い量のスパルティンを含んでおり、全員アルカロイド量の半分近くにも達する。しかしながら、このアルカロイドは水溶性であり、種子は数日乾水に浸すことで取り除くことができる。平均タンパク質含有量は46%、平均脂肪含有量は20%であり、商業的な削余を行うことができる。タンパク質の消化率よび栄養価は大豆のものと、 類似していると報告されている。ありがとうございます。